屋上遊園地は、主として、デパートの屋上にある遊戯施設を指す。昭和30年代初めより昭和40年代半ばに、かけてが絶頂期であった。2019年まで存在した、丸広百貨店川越店の屋上遊園地日本における、店舗内遊戯施設の起こりは、1903年に、日本橋白木屋五福店内で、 シーソーや木馬など遊戯室を設置したのが始まりである。1907年には日本橋三越が空中庭園と銘打った屋上庭園を開園し、約60坪程度の敷地には噴水、池、植物、回転パノラマ、望遠鏡などを備えた。ただしこれはいわゆる山の手在住の人々の利用が一般的であった。同年には松屋神田店が、 屋上遊覧所を設ける。1912年になると大丸京都店がローラスケート場や音楽堂を屋上へ設置。その後は1923年に開店した松坂や銀座店屋上にライオン、ヒョウをはじめとする動物園を開園した。1931年の松屋浅草店。屋上に航空艇があるのが見える常設による 日本初の屋上遊園地は、日本娯楽器製作所の遠藤義和が1929年に、日本初の自動木馬を開発したことから、1931年11月に、東部浅草駅の駅ビルに開店した松屋、浅草店に設けられた。日本娯楽器製作所社長の遠藤義和は、設計日誌と話し合って、スポーツランドとを命名する。これはその後の、 ランドの走りとなった。開園にあたって、当時世界一の規模を誇っていた、アメリカコニーアイランドの遊園地とドイツのハーゲンベック、動物園を参考とし、小動物園、自動木馬そして8人乗りロープウェイの航空艇を設置した。屋上両端を往復する銀色の流線型ボディの航空艇は、眼下に隅田川が見渡せるとあって、名物となる。その他では、 ローラースケートやボーリング、パネルに特典などが表示される、システムの固定設置である自転車競争と、ボートレース競技、二人がかりで操作する、競馬機、半球射撃機、自動キネマ、パチンコで歌詞が出てくる、遊戯機などが揃っていた。松屋浅草店開店時の新聞広告では、松屋7階に、大スポーツランド出現と、大々的な告知がされた。それは同じ下町でも、 主に山手層が利用する日本橋と銀座、そしてすでに一大ターミナル駅となっていた、新宿のデパートとは異なり、庶民層の利用が多い浅草を意識した戦略だった。その松屋浅草店の利用は、周辺に高い建物がなかった当時では一際、抜きんでた存在で周囲を圧倒していた。連日大盛況だったスポーツランドだが、傍観するものがほとんどで実際に遊ぶものは少なかった。 そんな状況が2ヶ月続いたことから、日本娯楽機械製作所社長の遠藤はプランを練り直し、豆汽車、豆自動車、コーヒーカップ、人力で押して回る象乗り機など、親子ともどもで遊べる遊具に変更し、大当たりし始める。中でも、板金製のボディに、車のパーツを使用した豆自動車は、時速15キロほどのスピードが出ることから人気が高く、専属係員を、 約20名要するほどの加熱ぶりであった。日本娯楽機械株式会社が発行した1935年頃のカタログによれば、伊勢間上野、銀座松坂屋をはじめとして、北は北海道から南は九州のデパート、さらには満州へ遊具の納入が及ぶほど勢いづき、そのカタログには前日の遊具以外にも様々な種類が存在した。しかし、 そんな公共も、第二次世界大戦が始まるにつれ、戦時下の国家統制によって、日本全国の遊園地や遊戯場は次々と閉鎖。松屋浅草店の航空艇は、無論のこと金属類はすべて供出され、木材に至っては、銭湯の焚き付けへと姿を変えた。銀座松屋の屋上を長かった戦争もようやく終わりを告げ、1946年12月に、 松屋浅草店1階の150坪でスポーツランドは再開した。銀座店、横浜店は新中軍に接収されたが、浅草店は免れたことで早期復旧へとつながる。豆記者3両、自動木馬3台、ボール投げ1台を遠藤は制作し、娯楽に飢えていた子供たちから大好評を博す。次第に、 都市復興の兆しが見え始めていた1949年になると複式飛行塔を屋上へ設置。翌1950年には航空艇を設置していた南丹台座に60人乗りとなるスカイクルーザーが登場する。土星に似た斬新なデザインで360度水平回転し浅草の街や隅田川を見下ろせるスカイクルーザーは まるでビルの外へ放り出されそうになる重力感とスピード、スリルが味わえることから人気が殺到した。そして夜は縁取られたネオンによってランランとした光彩を放ち、その姿は浅草の新たなシンボルでもあった。また多くの映画やハリウッド映画のロケに使われたり、日曜祝祭日には多くの家族連れやカップルで賑わうなどして、その人気は かつての飛行艇をしのぐほどの様相を呈していた。しかし老朽化と危険防止のため1960年、わずか10年で撤去。同じ頃、日本橋三越市では、常設による屋上遊園地がなかったものの、様々な催しが開かれた。1955年にお猿の電車、ニコニコ、号を、1958年には、パノラマや模型を駆使して、ディズニーランドの全貌を紹介する。 子供の夢の国、楽しいディズニーランドを開催する。これらは中村製作所の中村正也社長が三越の社長に屋上に遊園地がないなんて百貨店ではなく99貨店と発した言葉により実現された。1950年代半ばから1960年代後半にかけてが屋上遊園地の全盛期であった。現在と比べて、 子供たちの娯楽が乏しかったこともあって、子供たちにとってはまさに天国であり、楽園的な存在でもあった。大正時代から昭和50年ぐらいまでは、日曜日ともなると家族揃って、半日から1日がかりで、デパートで過ごすということは、行楽行事の一つでもあり、おもちゃ売り場、大食堂、屋上遊園地と、子供たちはその日を楽しみに待ち望んだ。デパート屋上は、 遊園地だけではなく仮設ステージが設けられ、繊維メーカー主催による水着ショー、各種ミスコン、映画会社による出演者を交えた新作発表会、新人歌手のキャンペーン、人気歌手のサイン会や子供向けテレビ番組のキャラクターショーなどが模様されるようになる。そしてこの頃は超高層ビルがなかったために、屋上からの眺めは抜群であり、 備え付けの望遠鏡からはさらに遠方まで見晴らしよく望むことができた。しかし、1972年に大阪の千日デパートで、翌1973年に熊本の太陽デパートで、共に死者100人を超える火災が発生したことによって事態は安定し始める。消防法の改正により建造物屋上の半分を避難区域として確保することが義務付けられ、そのため、 既存、新規に関わらず大型遊具の設置が難しくなった。さらに、追い打ちをかけるかのごとく、テーマパークやゲームセンターの台頭もあって、デパート屋上からは、次第に遊具と子供たちの姿が消えてゆくこととなった。その後は、1977年から1978年にかけてのスーパーカーブーム絶頂期に、日本各地のデパートが、 ランボルギーニカウンタックをはじめとしたスーパーカーの展示撮影会を行い関連商品の販売人気も手伝って子供から大人まで連日大人気を博した。前述の消防上の理由のほか少子化による幼年人口の減少やレジャーの多様化等といった様々な要因に伴い各地域で屋上遊園地の閉園、縮小傾向は続いている。屋上遊園地だけにとどまらず バブル崩壊後は新人歌手のキャンペーンやミスコンなどといった各種イベントの開催も激減したため屋上ステージも次第に姿を消した。2019年9月1日現在東京都内のデパート屋上に現役で遊園地があるのは東武百貨店池袋店のみとなっている。一方、ここ数年ミニ遊園地としてふわふわウォーターボールなど設置。 撤去が比較的容易な遊具を導入する商業施設や観覧車を設置する農業ファーム、商業施設も現れている。エスパルスドリームプラザではミニ遊園地と観覧車を導入している。平成20年代以降に閉園した主なデパート屋上遊園地、編集2012年5月の東急東横店。手前側が東館で屋上に遊戯施設があるのが見える。 このほか、デパートではないが、2014年3月には、蒲田東急プラザの屋上遊園地、プラザランドも、蒲田プラザのリニューアル準備の一環として閉園。当時ここには、東京23区で最後の屋上観覧車が設置されており、プラザランド閉園と同時に稼働を停止したが、再開要望が数多く寄せられたために、同年10月9日のリニューアルオープンと共に、開園した、か、 また縁と合わせて幸せの観覧車として復活したカフーボリューム17ありがとうございます